はいどうもラリクマチャンネルです今日もですね、エアーソフトガンと言いたいところなんですが、今日はこちら、ちょっとね、ちょっとだけ見えるでしょ <laughs> まあ、もう皆さんご存知の通り、M1911 についてですね、いろんなシリーズがあるんですけど、ご紹介していきたいと思います。まあ、通称ですね、わかる方はコルトガバメントといえばわかりますかね。えー、こちらですね、コルトファイアーアームズ社が出した武器ですね、開発者、ジョン・ブローニングさん。 が開発した武器になっておりますでですね、えー、使用弾こちらのまあ純正純正まあこれは時山荒井さんで買ったものなんですけどまあこの方軍用で採用された銃の弾は 4545ACP 弾ですねを使用ですまあハンドガンにしては結構大きな光景って考えてもらえればいいと思います大きな弾まあ 威力の強い弾を使っていると思っていただければ分かりやすいかなと思います。で、えー、1991年に正式採用され、えー、軍で使用されるようになってから、えー、1985年まで一時第一次世界大戦、第二次世界大戦、ベトナム戦争、朝鮮戦争などね、いろんな幅広いところで活躍した武器になっております。こちらですね、えー、っと で、えー、兵士の間で,ですね、えー、皆さんコルトガーメントって言ってるんですけど、えー、お店のお店で,ですねガーメントモデルってことで、えー、と出したのが由来で皆さんコルトガーメントと、あのー、言っておりますでですね、えー、まあいろいろウィキペディア参照なんで嘘か本んとかわかんないんですけど、まあ、自分はね結構好きな武器なんである程度知ってるのが、えー、と兵士の間ではハンドキャノンって呼ばれておりますハンドキャノン えー、バイオハザードやってる方だったらね、え、マグナムとかリボルバーじゃないのって思う方多いと思うんですけど、えー、っと、こちら、ハンドキャノンと軍隊の方でですね、兵士の間で呼ばれていた武器になっておりましてで,ですね、えー、っと、ベレッタが登場するまでの間ですね、ほとんどこの武器が、えー、軍隊の方で採用されていました。ウィキペディアに何年って書いてあるのか、確か70年以上って書いてあったと思うんですけど、70年以上、えー、 なんでしょう軍隊に愛されてきた武器になっております。今でもね、結構好きな方が多かったりしております。で,ですね、えー。兵士たちがですね、一発で敵の動きを止めたいっていう時に威力のでかい銃を撃ちたいってことだったんですね。えそれにお答えしたジョン・ブローニングさん、まあショットガンで有名ですね、えー。ブローニングショットガンだったり、いろんな名前がありますけども、ブローニングさんが開発した武器になっております。ブローニングさん、いいですよね。なかなかすごいいい人だと思います。 ショットガンもね、すごい名作の武器もあったりするんですごく好きですね、ジョン・ブローニングさんね。で、こちら、えっ、ー、と、弾がですね、えー、マガジンが下のソケットに入っているす。えー、本物もですね、下のこんグリップのところに入っているんですけど、こちら、7発入ります。本物だったらね、7発と、えー、こちらにセットした弾で、プラス1で、えー、っと、8発入ります。ね、今回は東京丸井さんの方ですと、何発だったっけな 16発前後入ります。確かね16発前後入りますで、えー、今回はガスブローバックになっております。時丸さん M1911 ガスブローバックですね。で今回のガスブローバックなんでレビューしようかなと思ったのが今まで G36CAK ってやって G36CAK ですねってやってきてんやっぱりハンドガンも皆さん知りたい方いるんじゃないかなと思って今回自分が大好きな。 M1911 をレビューしようと思いました。やっぱかっこいいね。でこちら、M1911 ガバメントガバメントです。コルトガーメントっていう東京丸さんの商品なんですけども、えー、後ろにある銃と比べて結構ね、色も違うようになってます。後ろのあるやつもコルトガーメントで同じあれなんですけど、M1911 なんですけども、えー、っとこちら、軍の方で採用された正式の <laughs> やつを、えー、実際に東京丸さんが、えー、真似て作ったものになっております。でえー、民間に ガ面メントね、みんな好きな人が多くて、形とか綺麗さね、美しいっていうことで、えー、皆さんね、民間の方も、ガ、えーメント欲しいなーっていう方が多くなったんで、えー、こちら。まあ、これは東京マリさんが出した武器になっても、民間用で使われるようになっており、おり、えー、こういう形になりました。で、ちょっとね、いろいろシルバーパーツは自分で入れたんですけど、まあ、元はほぼブラックベースにできている武器です。えー、と、こちらが M1911。 はい、忘れましたね。名前忘れました、まあ。とにかくね、ガバメントシリーズだってことは覚えておいてもらえればいいと思います。こちらのね、レビューも後でしようと思います。まあ、ほぼ変わんないんでね、サクッとやっちゃいますね。で、えー、ガスブローバックってことで、えー、っと、こちらが下がって、んですね、下がって、向こう側が見通せるようになっています。向こう側がね。で、こちらの方にマガジン入れることによって、打つとですね、こちらが。 カチャッと動く形になっております。で、えー、トリガーの部分は、ハンドガードですね。ハンドガードはすごく丸くなっていて、トリガー、ちょっと見えづらいんですけど、ここに段差があるの分かりますかね。こちらがトリガーになっております。こちらを押すことができますね。こちらを押すと、引き金がん、ハンマーが降りる形になっております。でね、発射になりますね。えー、っとですね、えー、こちらのハンド、 なんだトリガーのところボツボツがあるの。うっすら分かりますかねボツボツがあるんですけど。こちらね、ああと手、グリップとかね、グローブしてても滑りにくくないように、えー、こういう加工がされています。こちらのね、ゴツゴツもそういう加工になっております。でですね、ガーメント特有の、こちら、これとガーメントの彫刻がされております。で、いろんなところにね、 こういうとこにもね彫刻が入っていて本当にすごいあの再現度が高いなと思います結構ね、えー、銃の画像とか見てても本当ににそっくりなものが多いんですごい東京マイさんすごいですねやっぱりで、えー、お値段の方が、えー、1万5 6千うん1万5 6千だったと思いますでねマガジン1本と本体1個がついて箱が 来ますその箱ね今でも取っといてるんですけど、まあとであとでというか、まあ、見せないんです今回見せられないんですけどえー、っとすごいあのかっこいい箱に入っておりますんでよかったらね皆さんもぜひ買ってみてくださいじゃあね、えー、説明の方いきましょう、えー、説明ちょっとしたんですけどもゴツゴツ以外にもありましてこちらえー、っとこちらが、えー、ハンマーになっておりますハンマーねハンマーの上にもねボツボツが入っていてグリップん,なんだ手袋してても滑らないようになっております ね、サイトはですね、あのー、普通のサイトただの、えー、リアサイトですねでボコってついてるだけとフロントのトンガリですねこちらを覗いていただいて狙う形になります結構性能高くてホップアップとか調節あったっけななかったっけな,なんかねあるんですけども、えー、調節なしですごいまっすぐ飛んできますガスのまあ威力にもよったりするんですけどもすごく性能はいい武器でした自分が打ってみたらねで、ね、すごく使いやすい武器でそれであとここ ここなんですけども実はこれセーフティーがあるんです、えー、セーフティーがあるんですけども鳥が引いた状態でここを上に上げるとセーフティーこの状態だとね引き金を引いても発射されないですねでもう一つなんですけどもね外すとってありますよねもう一つ、えー、っとこれ以外のセーフティーをかけてない時でも例えばグリップを握らないで球を出ちゃうここ触られちゃったりとかしてね球が出ちゃうことって結構武器だとよくあるんですけどもこれを防ぐためにですねこちら グリップセーフティーがいいておりますこちら握ら握ないとですすねトリガー引いいてても弾が出ななようになっておりますで握ってると出ますねで握らないで触ると鳥が引いても発泡されないようになっておりますで今回はね本当にガスなんだガスローですけど本物さながらすごくいい作りになっております分解も結構簡単でハンドガンっつったらね皆さん分解を期待されると思うんですけどまあ分解してみましょうかこのポチを押していただきます え反対側のね山が2つあるんですけどもこの山手前のこのポチですねを押しに合わせて引きいてこのボタンを押しますよっなかなか押せないのよはいまあいいや押すとあの上のスライドだけ取れて分解することは可能ですすいませんね今回分解できなくてねえちょっとすぐ簡単なんですけど俺のやつも随分改造してないもんで随分かくなっちゃって もう押せなくなっちゃった。後でね、直しておきます。で、じゃあね、えっと、ガスなんですけども、今回使うガスは、よいしょ、まあ、東京マルイさんおなじみ、ガンパワーですね <laughs>。こちら、まだちょっと今冬なんで、あれなんですけど、って言ってるかな。こちらの方、グリップの、あ,あ、違う、マガジンの方はね、こんな形になってますずいぶんシンプルな形で、ほとんど金属です、ここは。 上のここだけプラスチックなんで落としたりするとね結構上のこことんがりとかね欠けちゃったりするんでね皆さんお気を付けくださいよいしょはいここの穴にガスを入れますねちょっとでいいかなはいでちょっと入れたらまずトリガース,スライド引いてスライドロックこちらをねスライドロックっていうんでこちらの方 上に上げるとスライドが止まっとく状態ですね。玉が切れた状態もこれが勝手に上に上がります。上に上,、ね、上,に上がってスライドをロックしてくれると。で、玉切れたよってね、よく映画であると思うんですけど、カチカチって言うでしょ。あの状態になります。で、玉入れてちょっと空打ちしてみましょうか。ね、玉を装填したらスライドを下ろす。で、まあ。 あのガスを入れた状態でこうやって持ち運ぶ場合は必ず弾が入ってなくてもセーフティーモードはかけてくださいガーメントのグリップセーフティーがあるからといって油断しないようにお願いいたしますはいじゃあ一発撃ってみましょうかね弾入ってないんで、ね、一発でちょっとスライドロックかかっちゃうんですけどいきますねこんな形で <laughs> 結構ねあのスライドが威力高くてですねいきますね、まあ、今あのセーフロックか止めてるんで戻るんですけどこんな形です すごくね、えー、いいです。反応もいいですし、連射しようと思って、連射できますね。あのできます。<laughs> で、弾が終わると、こういう風にロックがかかるんで、あとは弾を入れ替えて、弾をまた入れてね、えー、っとスライドの方、ロックをですね、解除、またはね、弾入ってる状態ですと、えー、っとトリガーをもう一回引いてもらうと、戻ります、自動で。今ね、ちょっとマガジン軽く抜いたんですけど、こうすることによって、また次も打てるようになります。ですね。 ですごい性能が良くてもう使、扱いやすい武器でですね、えー、すごく白物もいいんで、お値段も多分今まで見せた武器よりも、断然お安くなっておりますんで、皆さんぜひよかったら買ってみてください。でね、ねえー、性能は、ほぼ一緒なんですけども、こっちの方も、レビューしたいと思います。マーク7だったっけな、ね、今思い出した。グリップね、ここもすごくかっこいい彫刻されてたりですね、えー、っと、ここもシルバーでできたり、 すごくかっこよくできています。でですね、えー、っと、こちらの使う弾はですね、実弾の方ですと、えー、っと、ちょっと光景が小さくなって民間用になります。ガバメントは違って、45ACPB 弾ではなくて、えー、皆さんね、おなじみ、NATO 弾だったり、ね、ちょっと威力が,が低めの武器ん、低めの弾を使ったりしています。NATO 弾だというか ねえー、とマガジン廃墟の時はここ押してください。こっちでね、ちょっと分かりにくかったんで、後にしようかなと思って、このボタンを押すことによってね、マガジンが落ちます。ね。こちらではめて、押すと出てくるという形になっておりますね。じゃあ、こっちも打ってみましょうか。えー、と、ここはね、えー、元は <laughs> シルバーだったんでね、シルバーになってるんでね、すごいかっこいいですね。この状態、スライドロック状態、すごくかっこいいですね。はい、じゃあ、打ってみますね。あ、動かすがない。うん、こんな形になっております。よいしょ。 ロックかかると、あもうガスが弱くてロックかかんないね。ロックかかるとね、すごいかっこいいんですよ、これも。よいしょ。<laughs> はい。だめだ。威力が弱い。<laughs> 威力が弱くて、ちょっと、あの全然だめだ。ガスが冷えちゃってます。マガジンが冷えちゃってますね。 でね、あガス使うとき、あのー、普通の映画とは違って威力が随分高いです。やっぱ18歳、18機なんで威力高かったり、えー、っと、いろんなとこであの指引っ掛けたりとか、いろいろ危険があるので、皆さんね、扱いには、十分ご気を付けください。えー、っと、はい、形ですね。はい、じゃあ皆さんね、今回は、えー、っと、M1911、M1911 マーク7であってるかなをレビューしました。よいしょ。また次回もね、あのー、 次スナイパー系レビューしようかな。次はスナイパーライフルをレビューしたいと思いますので、ぜひよかったらまた見に来てください。あとね、チャンネル登録、ぜひよかったらよろしくお願いします。コメントもね、あのー、ここダメだよとか、お前全然知らねえよとかね、そういうのも受け付けてますので、ぜひぜひ受け、あの、よかったらコメントの方よろしくお願いいたします。はい、じゃあまた皆さん、ぜひ来てください。お疲れ様でした。バイバイ。